敗中と不調のバルセロナ、1点ビハインドの後半開始からこの2人を投入。18分、スアレスがディフェンダーをかわして中央のネイマール、途中出場の2人で同点に追いつくと、再び右サイド、スアレスのクロスにアルバ、噛みつき男の2アシストでバルセロナ3試合ぶりの勝利。リーガ王者アトレチコ・マドリードは19位のソシエダを相手にマンジュキッチのゴールで先制。ところがすぐに追いつかれ、さらに後半38分、逆転ゴールを浴びてしまい、まさかの敗戦となった。試合前にゴールデンシューをお披露目した絶好調男の勢いが止まらない。1ヶ月ぶりに復帰したベールの先制ゴールを演出すると、そのベールとの華麗なパスワークから右サイドを切り裂いた。さあどうする、倒れ込みながらのパスにクローズ、移籍後初ゴールをアシスト、さらにはベンゼマのゴールもお膳立て。仕上げは自らの10試合連続弾、レアルはリーガ8連勝。